料理で使う日本語。フライパン、鍋、蓋、コンロ、焼く、炒める、茹でる、煮る、揚げる、 焼くと炒めるの違いは、焼くは動かさない。炒めるはフライパンなどの中で混ぜる。茹でると煮るの違いは、茹でるはお湯だけ。煮るは味をつけたお湯。包丁。 まな板、ざる、ボール、おたま、さいうち包丁で野菜を切る、包丁で魚をさばく、皮をむく、肉を手でこねる、 材料を混ぜるでは、日本の家庭料理でよく作る肉じゃがの作り方1、人参、じゃがいもの皮をむく2、人参、じゃがいもを乱切りにする3、しらたきを 適当な大きさに切る。4. 深いフライパンか鍋に油をひいて火をつける。5. 油が温まったら豚肉か牛肉を炒める。6. 肉の色が赤から茶色に変わったら切って た人参やじゃがいもを炒める。7. 少し炒めたら水、醤油、料理酒、みりん、砂糖、白玉を入れる。8. 沸騰したら弱火にして落とし蓋をする。9九、十 1分ぐらい煮たら完成家庭や地域によって入れる材料は違いますが肉じゃがなので肉とじゃがいもは必ず入れます大阪や京都の西の地域は牛肉東京などの東の地域は豚肉を入れる家庭が多いです 料理に使う日本語はもっとたくさんあります。また今度動画にしたいと思います。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。